愛知県立豊橋東高等学校は愛知県豊橋市高山町に所在する県立高等学校。旧制愛知県立豊橋第二中学校と豊橋市立高等女学校の系統を引く。豊橋市、豊川市、田原市で東高、もしくは単に東といえばこの高校を指すことが多い。入学者は豊橋市を中心に 東三河全域から進学している一方で、静岡県西園地方からの通学生も多い。豊橋町立高等女学校は1902年に開校。1906年には市政志向と同時に豊橋市立高等女学校となり、対象年間には国宮家の良子女王が在籍した。また、 愛知県立豊橋第二中学校は1926年4月に設立された。1948年には学生改革により、豊橋工場が豊橋市立高等学校に、豊橋二中が愛知県立西陵高等学校に改称した。同年10月に両校が統合し、愛知県立豊橋東高等学校となる。同時に小学区生実施で、 豊橋市中心部を含んだ東部が学区となるが、女子を中心に、東三河全域から気流による越境入学が絶えなかった。1973年から始まった学校群制度では、豊岡高校と豊橋第二学校群を組んだ。授業は1時間あたり50分の曜日により6時間、または7時間授業で行っている。校歌は、大き圧を作詞、神事、清作曲である。 歌は、混成四部合唱形式。応援歌として作られた曲は存在せず、口述する、ファイアーストームで歌われる、生徒会歌や、東高参歌などがそれに近いものだと考えられる。9月に、文化祭と体育祭を合わせた、学校祭、東祭りが行われる。毎年、体育祭終了後に2年生のストームリーダーと1年生男子により、ファイアーストームが行われる。 このファイアーストームは東高の長い歴史を誇る先輩から後輩へと受け継がれてきた伝統行事であり、八巻にまた下という姿で豊橋に中時代の校歌や東高参加などを歌う。体育大会の後に女子生徒が一流の男子生徒にカルピスを渡して思いを伝える告白文化もファイアーストームと共に受け継がれている。この項目はウィキプロジェクト 学校の高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。